皆さん、明日アイドル&リード発売です。皆さんぜひゲットしてね、ゲットしてね。なんか雑誌なんですけど、アイドルのなんか生い立ちを語るみたいな雑誌なんですけど、私もねいろいろ生い立ちを語らせていただいたので、ぜひ皆さん私のねいろんな私のいろんなことが知れると思うので、ぜひゲットしてください。もう見てる人もねいるらしい。もう届いたよ、だってイエイめっちゃ眠い、マジで。さっき美容院行ってきたんですけど、ほぼ寝てました、ずっとほぼ寝てた。美容院行ってきた。前髪ちょっと短くなりすぎちゃってしょぼん。そう、ほぼ寝てた。髪は切ってない、ここは切ってないけど前髪だけ切った。もうめっちゃ眠いマジで。トリートメントした。あと髪も染めた。おー、やばい。明日は撮影です。休みじゃないですよ明日。あ、ひな祭り。皆さんネオキッズ、私今舞台中なんですけど、ネオキッズっていう、皆さん見に来てください。待ってます待ってます。配信もあるよ、見てね。ネオンキッズ本当に面白かった、だって嬉しい。今日見たよ、だって嬉しい。いやー、あのね、もうほんと大変、ほんと大変やね。21日までなんで頑張ります。私は短い役、短関西にも行きますので待っててね。眠い。おう、タワーだった。なおなおさん、なおなおさんがタワーを建ててくれました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。なおなおさん、ありがキャッスル、イエーイ、ありがキャッスル。ありがキャッスルです。エイト初期の小田ちゃんみたいだって。おお、すごい。エイト初期の小田ちゃんみたいって言われてる。本当ですか。
24歳です。もう来月で25歳、来月で25歳の小田えりなです。イエイ。大人の魅力ビンドゥンドゥン今大人の魅力ないです。あの抑えてるんで、今大人の魅力はあの今抑えてます。はい、そう秘めてるんです。可愛さの秘訣教えてください。え、なんだろう、なんだろう、わかんないわかんない。可愛さの秘訣はアイドルなんでね、みんながこうやって褒めてくれるとグレードアップします。でも本当です、マジで、これマジでこれ本当です。やっぱ人にこうやって褒められたら褒められた分、わおってわおってなるんですよ。私はそう、褒められなかったらああやっぱそうなんだなって思っちゃうし、褒められたらああやっぱそうなんだって、そうこういう感じなんで、はい、お願いします。お腹すいたな。今日可愛すぎる、だって可愛すぎる。コーンポタージュハマってます。いいな、美味しいよね。てか花粉症でさ、めっちゃ鼻がずっとツルツルなんですよね。舞台中もさ、めっちゃ鼻水出そうになんだよね、不意に。あ、よいちろう、あと自慢のお塩だりなさんがタワーを建ててくれました。イエーイ、ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。いきます。ゆいちろうあと自慢のおだえりな、あ、間違った、ゆいちろうあと自慢の推しおだえりなさん、ありがくまたわー、ありがくまたわー。
花粉祭りですね。マジで塩トリュフパンおすすめだって。絶対美味しい。パン大好き。私こう見えてめっちゃパン好きなんですよ。でも普通にパン屋さんで買ったパンね。コンビニのパンとかあんま食べないけど、パン屋さんで買ったパンが好き。画面で見ると髪色青みがかかってるって。そう、ちょっと青み。またいつか染めるときはもっと青みたいにしてみたい。何パンが好きだって。何パンが好き？全部パン。全部パンが好き。全部パンが好きです。カレーパン派ですか、メロンパン派ですか。それ気分によるな。眠い。あくびがすげえだって。マジでね、眠いんですよ。そう、眠い。前髪かわいい、好きだった、ありがとう。なんか言おうと思ったけど忘れちゃった。なんか言おうと思ったんだよね。忘れちゃった。あ、またタワー当たった。まあ東大さんが熊タワー建ててくれました、イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。まあ、あとおだしさん、ありがくまタワー、イエーイ。あ、思い出した。お題リサイタルでどんなグッズが欲しいかです。みんな何が欲しいんだろう。アクスタとかですか。生写真？テニスラケット。ピック。なるほどね。ピックいいね。まあ皆さんありがとうございます。ネミ、舞台疲れるよ、めっちゃ。てか私思ったんだけどさ、歌う舞台しか出たことないって。
思ったけど、そんなことなかった。そんなことなかったです。痩せたんじゃない、だって。え、なんかね、膝痛いんです。歳かも。なんかマジで今日も駅とかでさ、階段降りてる時に膝痛ってめっちゃ思った。階段とか登るのめっちゃ膝痛い。しかもマジでどうしたらいいですか。コンドロイチンを、だって。何、コンドロイチンってどうやって、グルコサミンって書いてある。どうやったらいいんですか。ストレッチした方がいい、だって。いや、普通に関節が痛い。普通にあざとかじゃなくて、普通に上り下りがつらい。サプリで。もう手遅れだって。嘘、泣いた。分かった、安静にします。代わりにお代理の膝になります、だって。よろしく、本当頼むよ、マジで。言ったよね。約束は守るんだ。目がかゆい、やっぱ花粉だ。待って、ホリケンさんがタワー立ててくれました。じゃあみんなでお礼言いましょう。ホリケンさん、ありがくまタワー、イエーイ。ありがとうございます。ありがくまタワー、ありがくまタワーやで。花粉症。私服の時ってどんな時だって。美味しいご飯食べてる時と寝る時。早寝晴れだって。確かに、もう早く寝よ。今日はもう早く寝ます。じゃあ今日の配信終わりたいと思います。せい。はい、ということでね、じゃあ今日はもう配信終わろうと思います。はい、はい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 ですね。はい、まあということでね、もう3月になって、まあ、桜も咲き始めて、まあ、春が近づいてきたということでね、春は別れの季節ということでありますけれども、まあ、出会いの季節でもありますね。はい、ですね、はい、皆さん、私と出会えたことに感謝して、あ、間違えた、私が、皆さんと出会えたことに感謝して、はい、感謝して、そうですね、感謝をして、感謝、私が皆さんと出会えたことを感謝して、これからも LLO で頑張っていきたいと
思います。はい、まあ、別れの季節とありますけどね、ですね、別れね、別れの季節、まあ、いつね皆さんが私のことを嫌いになるかお支配するか、まあ、こちらにこちらはね、まあそういうのを止めたりもせず、引き止めたりせず、人っていうのはね気持ちがずっと一定であるわけがないので、いつかはね心変わりはしてしまうものだと思ってます。でもそんな中でも私のことをずっと、まあ、好きでいたささささなのかな、はいですね、はい、はいはいです、はいはい、これからも私のことを応援してくださる方、大切に生きていきたいと思います。はいはい、そしてですね、まあ、桜が咲いてきたよって感じでお花見もねいいと思いますが、まあ、舞台を見るということもとてもいいと思いますので、ぜひね皆さん舞台ネオンキッズ見ていただけたらなって思ってます。はい、桜もいいけど舞台もええでっていうね、はいということで、じゃあ最後におランキングを読みたいと思います。ではおランキングいっちゃうよ、いっちゃってる、はい、できます。13位ごめん先生、12位ショータとお代理しかかたん、11位 KK3500、 10位ジャンアット群馬ニアおだし、9位エリエリ、8位ひとくまさとる、7位みやちゃん、6位くるりん、5位まああとおだし、4位なおなお、3位ホリケン、2位ゆうちゅうあと自慢のおしょうだりの、そして1位はカンタあとカンカーン、ありがとうございます。では皆さん明日も良い一日を過ごしてくださいな、ありがとう、アデュー。